はい、今日もね、パイセンと今日は座布団狩りに来てます。パイセンは掛け布団ヒラメを釣るみたいです。さあ、朝まずめらしくなってきたね。ここからやっていきます。ブローウィンね、意外と浅いんだけど意外とブローウィン引けるような感じだから、なんでもうちょいね様子見ながら、ルアーはそこら辺で決めていきます。様子を見ながら、今正面にね、横に潮目がバーッと入って、多分そこがブレイクになってるんですけど、潮目の向こう側がそこについているであろう魚を狙って、手前の魚は諦めて、そこはちょっと掘れてる感じでいい流れも出てるので、早速だけどね、最初に何等かしてる時点でもう当たり自体はあったので悪くはないと思うんですよね。左も結構、高梨が打ってる方も結構流れが出てていい感じに見えるので、あっちは釣れるんじゃないかな。俺の方がね、ちょっと微妙な感じかな。まあまあまあ、俺が釣れなくても高梨が釣れてくれればそれはそれでいいんですけど、まあ、あんまりね、右に行きすぎると今アングラーが後ろにいるので、ご迷惑にならない程度にね入らせてはいただきます。いや、いい流れあるな。流れ的にはもういつ釣れてもおかしくないような流れはありますね。次にね、後ろにもアングラーがいて、これ以上めっちゃ沖ではボイルしてますね。今ね、もう右手が寒くて寒くて、ミノーを変えましょう。ジグミノーにして飛距離を稼ごう。もうなんか沖から引っ張り出すイメージで、プラスね、結構遠い位置でボイルもしてるので、それがね、射程距離に入ったら打てるようにして、飛距離の出る飛びキングに変えていきます。サーフでのね、釣りではね、ドビキングにお世話になりっぱなしで、この色ではないんですけど、普段使うのは
まあでもね、どの色もまんべんなく釣れるので、一回そこ取って、今日は波が高いんで飛びキングなるね、そこも取れるので、ちょうど今俺がいる位置が波が這い上がる位置になっちゃったね。ここでかい波来んな。なんかついてから波が上がった気がする。最初はい、なんていうの、ここに立ち込んだ時はこんなに高い波セットでも来なかったんですけど。来たよ。来た。来た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 。ひらめだねこれは。おお、いい、いい方のマゴチだねこれ。うわ深いね。ああ、これも無理せずに。いや違う、スズキだ。パンパンのシーバスだね。結構いいスズキ。来ました、飛びキングに変えて一等だったね。へい、うん。